どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、イタドリマヒとガロを使っていこうと思います。はい、今回使うガロなんですけど、まあもちろんね、雲あって50倍化強化あって10強2つに無効貫通持ってるんですね。でももちろん火力自体も高いんですけど、強いのはやっぱスキルで、2ターン落ちこなし水ドロップが消せなくなる代わりにランダムで闇とかイクドロップを4個ずつ生成してくれます。はい、まあ合計ね8個生成なんですけど、闇と回復がね。でこれ水消せなくなるってパッと見弱いように見えるじゃないですか。ただ真人はもちろんね、水消せないだとしてもね、水を闇に変えるから問題なくて、でイタドリは闇と回復を合計8個作るんですね。闇5個の回復3個で、まあ、つまりイタドリ真人のループの際にイタドリ側でガロを打ってあげると、まあ、シンプルに闇ドロップが9個作れるわけですね。毎ターン毎ターン闇ドロップが9個作れて、回復ドロップもイタドリが3でガロが4で合計7個作れますと。盤面に闇回復合計97で16個作れるわけですね。ってことは水ドロップもまあほぼほぼ消えてるわけですよ、盤面から。そう、まあ、このイタドリマヒトがめちゃめちゃ相性いいわけですよ、ガローと。ということで今日はイタドリマヒトガローで使っていこうと思います。イタドリはネイ継承でルーレット回復潜在、ガローは無効感上限解放で手塚武器継承です。チャコルですね、暗闇プラス上限解放、そして伏黒継承、そしてデーモンですね、スキルブーストプラス上限解放、神キラーでエミアライダー武器継承です。そしてシエル、10強上限解放、神キラーに戦国武器継承、最後フレンドマヒトですね、チェーン4に神キラーでヒデ武器継承って感じになってます。はい、まあ正味ね、ガローはもう過去必須キャラなんで、闇ロボのためにもね絶対取ってほしいんですが、イタドリマヒトもめちゃめちゃ強いので、今日は実際に4次元で使っていこうと思います。いきましょう。はい、ということで1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは戦国武器打ってあげて、遅延入れて4ターン耐久からの闇5軽減で、こんな感じで HP 調整します。闇5軽減と HP 全回復でギリギリ耐久可能です。そしてイタドリ変身からの手塚武器打ってヘイストからの真人変身ですね。毒生成されても問題ありません。はい、でこんな感じで闇列組みながら殴っていきます。12コンボですね。でこれでまずは光以外ぶっ倒していきます。であとは闇6、3ぐらいかな、でイタドリ使って突破していきましょう。はい、これで倒していきます。で2階層ですね、2階層はシエルとエミア武器打ちます。はい、指減少対策でシエル打ってあげて、毒性吸収無効対策でエミア武器打ちます。で一応ね、闇武器トラが来た場合に関してはシエルだけでまず削ってあげて、2発目でエミア武器打ってあげるのがおすすめ。2発目で万が一倒しきれない場合はエミア武器のダメージ無効あるし、そもそもね2回目殴るときに泥強入るので突破しやすくなると思います。はい、彼の場合はもう何も考えずにシエルとエミアライダー打ってあげて OK です。はい、でこのまま2パンしていきましょう。続きまして3階層ですね。3階層はまずまあ人とか使って左右ぶっ倒していきます。はい、あてかガローの火力見るの忘れてたわ。ただまあ42億出てるからいいでしょう、とりあえず。でこれで左右削ってあげてから、真人と伏黒武器打ってあげて削っていきます。ちょっとガロの火力が見たいですけど、どんなもんですか。ガロの火力15コンボで、はい、2167263648、闇1列でも21億出ると。ってことは闇2列で完走かな。あと無効感とかでも完走しそうですね。あと 50% 化強化になってる場合に関してはもう無条件で42億出そうですね。後半とかって基本的に HP50% 以下になると思うので、ガロの火力はとんでもないことになりそう。 50% 以上の列だけでこれだからね。はい、でここはこのまま列組んでぶっ倒していきます。列無効感組むとアシストなくてもガロは当然42億出せますね。はい、42億でぶっ倒していきます。50倍だからね。で5階層ですね、5階層こうガロー打ってあげてください。で今回あんまりね序盤ガロー打ってないんですけど、基本的に1階層で手塚打った後はもうガローはほぼフリーですので、もうイタドリガローループとして使ってあげるのがいいかなと思います。イタドリと真人とね、ガローをループさせる感じになるので、イタドリガロー打って次真人打ってとか、あとは真人打ってる時に回復欠損したらガロー打ってあげてとかでも問題ないかな。火力足りない場合はガローガンガン打って大丈夫です。で5階層3ターン耐久してから突破していきます。6階層を殴っていくだけですね。でまあ一応ここルーレットがうざいので、1ターンこんな感じで耐久削らずに耐久してから、こっから2ターンかけて突破するのがいいかなと思います。はい、
で、このルーレットが残り1のターンで、ね、突破してあげるメリットが一つだけあって、次の階層でアストレアが来た場合にですね、ちょっとルーレット生成してこないので向こう側突破しやすくなるかなと思います。はい、ただ言うてこの編成ね、ルーレット回復戦隊も積んでますのであんまり気にする必要ないんですが、アストレア2ターン以内に突破できないとね、こいつ毒花火してくるんでめちゃくちゃうざいんですよね。なので血打ってね、ぶっ倒すのがいいのかなと思います。はい、一応まあ2ターン耐久してあげるとこれができますと。ただこれ回復消してないから、まあ、大丈夫かな、多分ギリギリ耐えれると思うけど、オロチならギリ耐えれるかな、多分40万ぐらいだと思うね、オロチって先生。はい、ただまあ読みですね、今回はこいつは2パンしてあげれば大丈夫です。はい、もう普通に2パンしていきましょう。ここはね、基本ワンパンは狙わない方がいいかな、2パン狙うのが安定しておすすめ。一応2ターン目で盤面ロックされちゃうんで、チャコル残しておければなおよしですね。はい、オロチの先生はちなみに15万1125らしいです。さっきの HP 耐えれましたが渋いかもしれん。まあ、そういう時にガロー打てると安心なんで、基本的にガローは残しておきましょう。まあ、さっきはちょっとね、ルーレットパズルむずいからしゃあない。で、ここ真人打ってあげて、熱でぶん殴っていきます。はい、水ドロップ残したくないので、ちゃんと水全消ししてあげて、11コンボ、12コンボ、13コンボ、14コンボ。まあ一応ね、ロックされてる時、チャコルも打てるんで、チャコル打ってあげても大丈夫です。なんならシールも打てますね、てか。シールもチャコルも打てるんで、ロック対策は完璧にできると思います。はい、どうせ次シール打つの11階層なんでね、打っちゃって問題ないです。ネフティスは1ターン待ってあげてから、あとは突破していきましょう。ここもシールかチャコル打ってあげて大丈夫です。ワンメロックされてる時は基本的にね、はい、ああなるほど、先マヒト打ってからチャコル打つんですね。先チャコル打ってマヒトガロ打ってあげれば闇15生成なんでなお強いかな。で、ここもガローの闇4回復4生成があるので、14コンボ組んで突破していきましょう。マジガロー強いんでね。42億、48億と。超優秀なキャラが2列組んだら、カンストっていう。それプラス50倍が強化に無効感もあって、雲耐性までついてて、しかもこれが黒メダル5枚で交換できるっていう、やばくない？マジで交換必須だろ、これ闇属性使ってる人は。闇使いはもう交換以外ありえないですね。はい、でここはもうイタドリとか打ってあげて、ガロー打ってあげて、はい、消せない回復してぶん殴っていきます。まあ、これレッツでもいいけど無効感でもいいかな、どっちでもいいっす。はい、11コンボ組んで削り、でここからは2パンしていけば OK です。発狂踏まないようにだけ注意。はい、これでちょっと削って、危なすぎるでしょ。イタドリガロー打ってあげて、はい、闇生成で、どちらともね、闇回復生成ってことで優先的に闇を作ってくれますと、イタドリとガローに関してはね。なので基本的にこういう場面でも闇ドロップを安定して供給可能です。これで倒していきます。はい、で11階層ですね、緑はシール打ってあげてから4ターン目真人使って削って2パンしていきます。で光はね、指現象時シール打ってあげてルーレット回復してから向こう側に倒せば大丈夫です。ただ余裕あれば初手正方形組んでください。はい、3ターン耐久してあげてから真人打って削っていきます。なかなか不安なパズルしてますね。無効感もしくは列優先、どちらともいいです。はい、でここ遅延食らっちゃうんで、ガローとイタドリ打ってぶん殴っていきましょう。ちゃんとね、さっき3ターン耐久してるので、変にスキル空打ちとかしてなければ、まあ、チャコルぐらいかな、やばいのは。他のスキルは基本的に問題なく使えると思います。少なくともイタドリガローは絶対打てると思うので、このままぶん殴っていきましょう。はい、これで11コンボ組んでいきます。やっぱイタドリガローがマジで闇生成回復生成安定するんで、真人しか火力出せなかったことが多いと思うんですよ。イタドリ真人ってイタドリ打ってる時は火力低いなっていうのが多かったと思うんですよね。なんでかって闇5しか作れないから。だからイタドリマヒトの戦い方っていうのが、まあ、気候上とかね、簡単な難上じゃない限りは、まあ、言うならイタドリで殴るのを待機のターンとして、でマヒトのターンを突破のターンとすることが多かったと思うんですよ。イタドリでちょい削りからのマヒトで突破みたいな。ただそれがですね、ガロー入れてしまえば、どちらとも耐久かつ火力のターンのイタドリガローと、さらに火力特化のマヒトっていうね、この2パターンを用意できるので、
火力を出し続けれるんですよね。やっぱここ強いかなと思います。はい、これね、ちょっとここで突破したくてシエル打ってガロを打ったんですよ。はい、突破したかったんでね。ただちょっと思ったより水ドロップ残っちゃったのと、あと無効感あんまり削れてなかったんでね、確かギリギリ突破できないんだよね、ここ、まあ、シール打ってるんで当然発狂踏んでも耐えれるんですけど、これどちらかといえばこれ真人のターンなんですよ、このターンが、まあ、なので回復ドロップ枯渇してるんで、まあ、次の回想先制で確定で負けるっていうね。そうだからまああれですね、今の場合はガロー温存が正解だったかも。ガロー温存していたどりだけで削ってから真人ガロー突破がいいかな。回復欠損時にも使えるっていうガロの魅力はめちゃめちゃ高いよね。ガロどっちと組み合わせても強いんですよね。真人と組み合わせても強いし、まあそれこそ回復生成としてね、真人と組み合わせるか火力としていたどりと組み合わせるかっていう二択が使えるので、そういう点ガロ本当に一緒だと思います。はい、でここは通パンしていきましょう。闇2列組むと結構発狂踏む可能性あるんであんまりおすすめしません。闇1列ぐらいで削ってください。ここ2列は結構怖いっすね。これまあまあギリギリ発狂ライン、ここできれば闇1列で削ってもらって、闇6、3とかがいいかな。6、3とかで削ってから突破してください。はい、11コンボ組んで、このまま倒していきましょう。12コンボ。これで突破していきます。で、続きまして14階層ですね。ここはもちろんガロを打ってあげれば大丈夫です。で、この編成、絶対に使いたい場所っていうのが、まあ一応ね、14階層のこのガロだけなんですよね。まあ一応ブリトラとかでもガロを使いたいんですけど、あ、まあ、一応5階層はいるか。5階層とか10階層のブリトラって言うて1ターン分スキルダメできるんで、あんまりガロを残す意識必要ないんですよ。なのでこのプレーナ階層の時だけは必ずガロを使えるようにしておくっていうことを意識してください。はい、ここ万が一ガロ溜まってない場合だと、闇消せないされちゃった場合に負けちゃうので、14階層のみ必ずガロが初手必要ってことは押さえておいてください。はい、で逆に言えば14階層以外はガロを好きに打てますので、板取りガロを真人ループとして使ってもらって問題ありません。14階層のみ必ずガロが必須になります。はい、あとはこのまま板取りガロを使って突破していきましょう。まあ、ここからはね、板取りガロをね常にループで大丈夫です。はい、あ、まあ、ちなみに別にこういう突破できる場合は、まあ、無理に確かにガロを打つ必要はなくって、あの真人の時に回復欠損してるのが一番うざいんですね。そう、まあ、それこそ次ミルなんでね、あんまりもうここからは意識する必要ないんですが、全然真人打つ時に回復残ってないのが嫌だなって感じでガロを残すのも全然ありです。はい、まあもう真人打っちゃってがっつり殴っていきましょう。ここからはもうね、まず2列含んであげて全力コンボで、確か2列組んであげても50% は切らなかった気がするので、あ、これ切るのかな、あ、切るわ、ごめん、2列組んだら 50% 切るわ、思い出したわ。なのでこんな感じでまずは半分ギリギリまで削ってから板取りガロを組んでいきましょう。ただこれ思ったより回復作っちゃうかな、あ、でも大丈夫ですね。はい、2色陣作ってあげて、でまあ闇列とか組んでいきましょう。でも完全にさ、水消せないが機能してないもんね。これがなんか板取り真人とガローが相性いい理由なんですよね。そう、板取りガロー同時打ちによって水を消して、しかも次真人で確定消しできるんで本当強いと思います。でここは無効貫通で削っていきましょう。この遠征無効貫対応はかなりしてますので、まあ、削りきれないってことは絶対ありません。今回の HP なら余裕で持っていけます。はい、なんなら HP フルでも全然持っていけますね、こんぐらい削れるんで。なのでぶん殴っていきます。板取りガロを打ってあげて無効貫通でまた殴っていきます。こう板取りの時ってまあ意外とね、無効貫の色なかったりするんですよね。そう、特にこのミルの回復目覚め食らってる時は。ただこのガロを組み合わせることで強制的に闇ドロップを生成できるのが本当に強いですね。はい、でここも13コンボ組んで無効貫で突破していきましょう。回復目覚めある中で闇5個キープするの、闇4個かキープするの意外としんどかったりするんでね、ガロがあるとなお安心ですね。で続きましてキミルですね。
ここはエミアライダー武器初手溜まってるんで、もう使っちゃって問題ありません。エミアライダー武器使ってあげて属性結晶向こう4ターンでがっつり削っていきます。はい、まずはイタドリでガロー、あ、なるエミアライダーでガローですね。ここからはイタドリガローで必ず打っていきます。それこそ結構敵キャラにね、生成妨害されたりもするので、ここら辺からはもう必ずイタドリガローはセットで打つ。まあ人頑張れって感じですね。ただ言うてね、あの見る階層からって回復目覚めが入るんで、こんな感じでもう回復ドロップは嫌というほど降ってくるんですよ。まあ万が一これで回復さん降ってこないってことがあれば、シエルも最悪打てますし、てかそもそもそんなことないので、あんまり気にする必要もないかなって感じ。あの11階層で遅延食らっちゃったんでチャコル溜まってないんですけど、まあどうせすぐ溜まるんで、チャコルは溜まり次第打ってください。半分切るときにね、シエルかチャコル残ってれば大丈夫です。はい、チャコル溜まったんで、ここはチャコルで6解除して、イタドリ打って、ガラ打ちます。はい、ここも闇回復の二色陣。水消す内容完全無効にしてあげて、あとは2列でぶん殴っていきましょう。これで多分もうね、半分ギリギリまで削れると思います。2列なんで。OK。あとはもうここでもう半分、闇吸収。あ、でも属性吸収無効まだ残ってるんで、もう真人打っちゃって半分まで持っていきたいですね。これ闇2列組めるので、これで半分まで持っていければなおよし。持っていけなかったらドンマイって感じですね。さあこれで13コンボ組んであげて、どうだ、ナイス、半分まで持っていきます。でここから超暗闇がきますが、まあそんなに気にする必要はないかな。で火水火の属性吸収無効は全く問題ない。で6解除でシェール使ってあげて、あとはイタドリとガラ打ちます。はい、必ず6解除スキルにね、チャコルかシェール残しておいてください。ちなみに半分時軽減もいるんでね。ただ、まあ、キミルとかに関しては通常攻撃はチャコルなくても余裕で耐久可能ですので、チャコル打っといて半分時ロックされたらシェール打って、また溜まり次第チャコル打つって感じで全然大丈夫だと思います。はい、大体25万4000ぐらいですかね。毎ターン25万ぐらいしか食らわないので、そこまで気にする必要ないかなと思います。はい。で、ここもしっかりと列含みながらの14コンボ組んでいきましょう。OK。で、ここで確か闇吸収来るんだよね。はい、闇吸収。なので、このタイミングでガロー打ってあげて、まずガローだけでスキル試します。はい。まあ、動画的には良くないけど、ガローこういう使い方できるんですよね。火力出したくねーって時にガローだけ打ってあげると、闇は生成できる上にエンハンスは打たなくていいので、こんな感じでもうほぼほぼね、ほぼほぼ削られずに済むと、復活させずに済むと。そうだから、ガロー自体はね本当に一緒だと思います。最後じゃあ、まあ人いただり打って突破していきましょう。このようにですね、火力止めたい時にも使えて、イタドリと組み合わせることで回復欠損、闇欠損、闇の少ないとかもね改善できますし、あと真人の回復欠損も対策できるガロー、めちゃめちゃ強いんじゃないでしょうか。これがなんと今黒メダルキャラで、まあ、実質無課金で交換できますので、まあ、よかったらですね、ゲットしてみてください。ということで、まあ年末年始チャレンジの2クリアする必要があるんでね、黒メダル5枚ゲットするには結構難かったりすると思うんですけど、もしね取れた人はぜひ交換してみてください。ということで、チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。